はいどうも、亀頭哲夫鉄チャンネルのお時間です。はい。えっと、昨日、岡山で最高ファイトサバイバルがあって、岡山でね、全国で最高ファイトはやるみたいですね、これから。あだから、今年は次が名古屋で、来年もまた地方でいろいろあるみたいで、えー、僕も、えー、あんまり言えないけど、自分もその地方工業っていうのは、えー、一つ、 えー、お話をもらいました。どこかはまだちょっと言えないんですけど。はい。それで、えっ、ー、とー、昨日ね、その、えー、俺が岡山に、えー、行った理由っていうのは、高山修法っていう後輩がいて、で、その高山修法を、僕ま、可愛がってる後輩ちょっと自分は違うんですけど、セコンドについてほしいってことで、じゃあ行くわ、つっ,って岡山行ったんですけど、岡山で、えー、ベインが分け選手と、 え、チリの世界ランカーっていうので、まあまあ、せっかくなんで、まあ、メインまで見ようかなっていうので、メインをそのまま観戦して、で、わけ選手が勝ったんで、そのまま、わけ選手がインタビューしてるところで、自分がリングに上がって、向こうから散々煽ってたんで、まあ、散々っていうほどでもないけど、まあ、動画で俺の名前出して、やりたいやりたい言ってたんで、でまあ、この前もニュースになってたし、その、なんかわけは、えー、麦茶戦を計画してるみたいな。 いや、俺何も言われてないけど、みたいな感じだったんです、その時は。まあでもそうやって言ってきて、名前も出してきてるんで、まあ、俺とやりたいんだろうなっていうのは、あったんですね、うん。だから、インタビューで、えー、俺がリングに上がって、あ、じゃあ一緒に最高ファイトで試合して、この工業盛り上げようよって言ったんですよね。そのことに関しては、まあ正直、まあ、賛否両論あったとしたら、えー、っとね、これがね、例えば、東京とかだったら、東京、大阪とかだったら別にそ、そこ,こまでじゃなかったと思うんだけど、 まあ、岡山じゃないですか。岡山ってあいつの出身地でしょ。出身地で、もう言ったらもう、9割9分,分けファンみたいな。で、分けファンイコール、半麦茶なんですよ。半麦茶派が、もう分け半の、ンの9割以上が、半麦茶派だと思うんですね。っていうのも、知らない人もいるかもしれないんで話しますけど、まあ、去年の10月に、分け選手と、俺が試合して、 で、えー、俺が KO 勝ちしたんだけど、相手が怪我したんですよね。えー、肩脱臼して。それで、結構、ブランクを作ったと、わけ選手が。うん、で、その、怪我してる間にずっと、麦茶と再戦したい、麦茶と再戦したいって言ってたらしいんだよね。で、やっぱりその、えー、わけのファンからしたら、わけが正直ちょっともう今回、 のことで、本当にこいつどう思ってたのかなっていうのはもうちょっとわかんなくなっちゃったんですけど、まあそれはいいとして、和けのファンからしたら、中川麦ちゃって、すごいその、あの時、俺と対戦した時も世界17位とかそんな入ってたんですよ。だからこれからまた世界をこう狙いに行くみたいなのを、俺が完全に邪魔した形になったんで、しかも怪我させてるじゃないですか。なんだけど、まあその和けのファンからしたら、和けの、この世界タイトルマッチまでの道のりを、 世界タイトルマッチできるほどの実力は俺は持ってないと思いますけどね。まあ、でもその世界チャンピオンまでの道のりを、えー、麦茶が邪魔したみたいな。邪魔したやつって認識なんで。まあ、俺もそんなイメージ良くはないじゃないですか。これですごい謙虚で、なタイプだったら、また印象も違ったのかもしれないですけど、あんまりこう、好感度的に言うと、もともと僕も高いタイプじゃないんで、そういうのもあって、余計にこう、反麦茶派が多いと思うんですね。 だから昨日、えー、脇が勝って僕がリングに上がった、上がる、これ結構僕もちょっと、あの、突発的に動いたんで、別にそれはなんかこう、あのー、コウキさんや他の人間、最高ファイトの人間に、リング上がれよみたいなこう言われたわけでも何でもなかったんで、僕は勝手に僕の判断で上がらせてもらったんで、もしでもまあこれ上がったら、まあ、賛否両論っていうか、まあピノが圧倒的に多いだろうな、というのはまあ確かにちょっと想像はしてた。 で、えー、場所が、えー、例えば東京、大阪あったら、おー、麦茶上がってきたかみたいな。俺のファンがね、いるから。そういう人はなってたかもしれないけど、岡山に俺のファンなんかいるはずないんですよ。ね岡山に、岡山で、えー、9割9分分けのファンがいる中で俺が上がってって、インタビュー中に俺がマイクをハイジャックじゃないけど、取り上げて、対戦表明っていうか、あやるんならやるよって。やるんだったら一緒に盛り上げようよって言ったんですけど、っていうのは、 完全に賛否のピノが圧倒的に多くなるな。で、会場もあんまりいい雰囲気にはならないだろうなっていうのは、わかりながら行ったっすけど、でもまあ、わ、まあ、かんない。わけの浜はどう思うかわかんないけど、俺は旗からあいつのインタビュー聞いてて、全然なんかもう何言ってるかよくわかんないし、ゴニョゴニョ言ってちょっとよく、なんかこう伝わらない響かない感じだったから、もうもうじゃあ俺が行くかみたいな感じでと、とっさに行きました。 うん。そっさに言って、なんでじゃああんなことを言ったかっていうと、まずなんか、ツイッターとかでも、なんか結構ありましたけど、リツイートしてるやつとか、直接 DM してくるやつとかね。俺がなんかすげえこう態度悪い感じで、態度悪かったかもしれないけど、どっちかというと、もう元々悪いんで、もう。なんか態度良くとかできないんでだよ。あれですけど、 あの、すごいこう暴言を吐いたのかみたいな感じで、俺は思われてると思うんだけど、あのインタビューよっ聞いて、あのインタビューでは、え、今日はナイスファイトでしたね。最高ファイトで一緒に盛り上げましょうかと。俺ら試合でもして盛り上げましょうかって。っていう内容なんですよ。それをあいつが無視しちゃんで、いやいや、ちょっと待って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 と。いやいや、散々俺のことを、ね、やりたいやりたい言ってきたでしょ、あなた。なんで俺がそこでじゃあやろうかって言ったら、 あんな感じで無視するのって。おかしいでしょだって、俺とやりたいんでしょって。って言ったら、いや、ファウンダー、下ろしてください。ファウンダー、こいつをリングから降ろしてください。もう俺はそんな、今もう勝って気持ちいいのにほんと邪魔しないでみたいな、ほんと勘弁してくださいみたいな顔したんで、だからもうもうじゃあいいや、もう。なんか俺も急に冷めちゃって。そんな感じだったら、もういいやって思って。なんかこう、すごいこう喧嘩売られて、 その場に行ったのに、いやいや、俺もうそんなつもりじゃないから、もう本当誰か降ろしてくれよ、つって。他の人間に、いや、ちょっとあいつもう本当にもう、ちょっと、どっか連れてってくんないみたいな。いや、直接俺に言えばええやん、みたいな。別に俺、もてか普通の選手だったら多分、じゃ自分が勝ってリングで喋ってます。で、ガーッとね、あの、他のやつ上がってきて、じゃあ試合するならしようや、みたいな感じで言ったとして、いやいや、お前今俺が喋ってんだからもうお前降りろよって。 直接言えばいいじゃないですか。ねファウンダー、おろしてください。おかしくないですかいや、それ、別に普通の、な、な、何もない、何の因縁もない人だったら、別にそれでいいのかもしんないけど、言ったら向こうから喧嘩吹っかけてきてるからね。向こうから、確かにその、インタビュー中にっていうタイミングは悪かったのかもしんないけど、ー空気は若干壊した部分はあったのかもしんないけど、でも、 結局あの、勝った後のリング上のインタビュー中に、俺が行って、あの、対戦して、最高ワイド盛り上げようぜっていうのが、一番、多分今後、えー、麦茶対分けの試合が行われるとするんであれば、それは絶対俺は必要だなと思って行ったんですけど、うーん、あんな感じかと。ちょっと正直だから、あのー、ごめん、誠に勝手で申し訳ないけど、 なんか俺の方が、がっかりしちゃいましたね。うん。あんな感じで、いや、麦茶ってやりたい。どうしてもリベンジさせろ、みたいな。しかも、あの、俺10月勝った時に、4連敗してたわけよ、俺。ずーっと勝てなくて。で、復帰しても赤穂にも負けて、その後なんか、ノーランカーの子にも負けて、あ、もう、俺もいよいよ終わったなぐらいに思ってた時期だったんで、そして、そこで決まったのが分け線だったんですよね。うん。だから俺も本当に、 負けたら、もうそろそろ5連敗はちょっともうまあやばいでしょと。っていうので、あの本当に、分けの試合はマジでかけてたんですよね、自分の中でも。だからそこで、ね、下馬評も向こうがもう9割方勝つみたいな、いう試合だったんで、俺も、 まさか勝てるとは思ってなかった、正直。もう4連敗で自信も完全に失ってたし、まさか勝てるとは思ってなかったから、えー、あそこで3ラウンドダウン取って、で、4ラウンド、もう知らない脱球なのか何なのか知らないけど、とりあえずレフリーが試合を止めて、あのー、勝者泣くが向いちゃって言われた瞬間に、俺はもう、あのー、その場に全身の力が抜けるぐらい、こう、一瞬立てなくなったぐらい、やっぱこう、んなん、こう、感情が高ぶっちゃった。 っていうのを、えー、向こうは YouTube で、あいつは、なんか俺が打球で勝ったくせにワンワン泣きやがってみたいな、なんかみっともねえみたいな、マジ出せよみたいなことを言ってたらしくて。俺これ、あの、見たら、ま、あの、余計にムカついちゃうから、これはちょっと見ないでおこうと思って、未だに見てないんだけど、その動画は。でも、その、あれは見ました。あの、DM で、 ファンのやつが、訳がこんなこと言ってますって言って、画面録画したやつが送られてきたんで、その部分だけは見たんですよ。うん。確かに言ってたんですよね。ワンワン泣いてあいつみっともね何なんだよ、みたいなこと言ってて、ええー、何なのと思って。それ、お前が言うと思って。それ、他のやつが言うなら、多分、脇のファンとかが、全く関係ないやつが言うならいいんだけど、KO された超本人がそれ言っちゃダメでしょっていう。それ言うと、別に俺はいいけど、お前の株が下がるよ。自分で自分の株下げちゃってるよ、みたいな。 やあったんで、別にじゃあ、わけが、復帰戦、負けたりとかするんだったら別にもう興味ないけど、その後勝ってったりとかするんだったら、全然、やるんだったらやるよっていう感じだった、俺は。別に、わけさん、どうにか俺と試合してくださいなんていう気もさらさらなくて、うん、いや、そこまでじゃあ、もう言うんだったらやるよって。うん。っていう感じで、あのー、昨日も世界ランカーに勝ったんでう、じゃあ、やるんならやって、一緒に最高配と盛り上げようよって話だから、何回も言うけど。 うん、かそれを仕方したわけじゃないですか。なんかちょっとアンサーがあってもいいんじゃないかなって。うん、まあでも、俺がリング入ってった時に、わけと目があったんですよ。すごい弱気な目したんですよねで。俺はなんかこう、なんだて目勝手に入ってきてみたいな感じでグッてくんのかと思ったら、すごい弱気な目をして、うんと思って。で、俺が言っても、だって、あれでしょなんか、 他の話してたでしょスルーして。うん。あの、これも、俺と試合する気ないなと。こうやって自分の動画とかメディアには、俺と再戦してリベンジしたいと言いつつも、これ、本当のところで、こいつの、あの、腹の中では、再戦する気ないなと思ったんですよ。でこれなんで、じゃあ、多分自信ないんですよ。俺と、その試合を、次試合をして、勝てる自信がないんですよ。だから対戦受けないんですよ。だって普通だったら負けた相手に、 あの、りを返したいと思うのは当然じゃないですか。過去は過去なんでって俺がリングを降りたって言ってたけど、過去関係ないんでってお前、過去ってお前、その2、3年前とかはわかるよ。なもう1年も経ってないもうね。あの時のその悔しさとか俺に、あの、リベンジしたいって気持ちはもうないんだな。もしくはもう、演出で言ってたのかなみたいな。もうモーションとして麦茶にリベンジしたいみたいな。 本当は、えー、リベンジしても、勝つ自信がないけど、モーションとして、メディアとか自分の YouTube で、麦茶と再選したいって言っとけば、まだ自分の株は落ちないなっていう計算のもと、言ってた可能性もありますね。これはまあ本当のところはちょっとどうかわかんないけど、でも、あ、じゃこいつ、本心ではリベンジしたいとか思ってなくて、モーションとして、自分の計算で、やりたいやりたいって俺の名前出してただけなんだなって。俺は、 リングで、分け選手を見て、うん、素直にそう思いました。だから正直、がっかりもしたし、ちょっと興味が薄れたっていうのはあります。別に、俺からしたらもう一回勝ってる相手なんで、そんな二回目どうしてもやりたいとか、全くないし、うん。ただ言ってくるからやるんならやって、じゃあ盛り上げようよっていう。それが例えば、なんかその、あんまり人気のない工業って言ったら申し訳ないけど、 ちょっと注目度の低いところで、麦茶分けをやるんだったら、どうせやるんだったら、最高ファイトのでかいところで、メディアの注目も浴びながら、再戦するのがいいんじゃないかな。あの時は俺はもうノーランカーだったから、4連敗中のノーランカーだった、分けとやった時は。だから全然注目度もなかった。これは分けが普通にイージーに勝つだろうなっていう試合の中、俺は前回受けてるんで、だからそういうこともなかったですけど、僕も、そこそこもう知名度も、実力も、 ランキングも上げてきたし、訳も昨日勝ったわけじゃないですか。だから、この二人が今やったら、前回試合した時より全然注目度って多分10倍以上違うと思うんですよ。だから盛り上がると思ったから俺はああいう風にやったんですけど、まあね、うーん、まあ、結果これでどうなるのかわかんないけど、まあ俺の中ではもう、あの、いいかなというのがわかったんで、別に良かったかなって感じですけど、まあ訳のファン、 からしたら多分気分悪かったと思うし、そこは別に申し訳ないなとは、うん、ま、若干は思うけど、別に、そもそも、じゃあ、お前が応援してるボクサーが喧嘩を打ってきたからこうなってんだよって話だから。俺は別にそこに対して別に謝る必要もないなっていう感じですね。で、あとは、ま、あその話があるけど、10月、え7日に、え最高ファイト、これ、オータク。これ出たかったよ、これ。これ出たかった、これ。 これ出たかったけど、ちょっとその話がなかった。多分枠がパンパンだったのかわかんないけど、とりあえず、あの、その話がなかったんで、えー、今月試合が決まりそうです。はい。ちょっとまたそれは別の動画にして、明日か明後日ぐらいにあげようかなと思ってるんですけど、はい。今月試合が決まりそうなんで、まああのー、ちょっと、まあ分けとか、思っててもしょうがないんでわけとか今日のとかでもしょうがないんで、 もう、あのー、次の試合に集中して、その次、えー、俺は11月の名古屋、これ出たいです。これ出たい。これ出て、あ前回、微妙な試合をしちゃったんで、そこで、サイコーホワイトで、お名変上したい。っていう気持ちが強いですね。だから11月出て、その後、来年一発目あるのかちょっとわかんないですけど、 とりあえず、11月出たいなっていうので、それをモチベーションに今、やってる感じですね。はい。まあ、あの、最後になりますけど、分けも、分け選手との試合、2回目、第2シリーズがあるのか分からないですけど、そこはもう、あの、ちょっと僕は、ごめんなさい、冷めちゃいましたけど、昨日の件で。けど、最高側から、麦茶、分けを、どうだっていう話があるんだったら、 全然、やります。前向きに考えます。うん。そこそこ盛り上がると思うんだけどね。あの、分け選手に、ええー、俺に対して、気持ちが、ないわけないじゃん。だって負けてんだもん。KO で負けてんだもん。ないわけないじゃん。うん、世界を世界をって、そんなすぐ世界大ってなんか決まんないんで。しかも、スーパーバンダム級のチャンピオンなんか今、井上直江でしょ。絶対そのすぐとか決まんないんで。どっちにしろ、あの、多分井上直江も、 正直、俺が世界ランカー入ってても、多分井上直江は、麦茶相手にしないんですよ。イコール脇も相手にしないんですよ。もう井上直江は本当に強い、もうめちゃくちゃもう世界のトップ、この前のフルトンみたいな、あの、あとアフマダリエフとか、あの辺とやることしか多分彼は考えてないと思うんで、なんか別に普通にいる世界ランカーとか相手にしないと思うんですよね、彼は。だから、あの、脇の世界線は、まあ、井上がいる限りないでしょっていう。 うん、だったらもう試合してって、じゃあせっかく入った世界ランキング徐々に上げていくしかないんじゃないのっていう感じだと思うんで、その世界、世界とか、あの、言うのは簡単だけど、あのー、もっと自分が、あの、昨日も言ったらそんな、ね、気持ちいい試合したわけじゃないじゃないですかうん。明確に勝ったとも思わないし。俺はまあ1ポイント勝ったと思ったけどね、見てて。1ポイント勝ちくらいかなとは思ったですけど、 でも、まあ、テレビ見てる人は結構、分けが普通に負けてたよって言う,う人も多かったらしいけど、まだ、あ、テレビと生って結構違うんで、マジで。テレビの祭典でマジで全然違うんで、生で見た祭典のが俺は正しいと思う。だからまあ、あれはヒット数的にも、分けの1ポイント勝ちでいいんじゃないかなっていう感じはしましたけど、だからちょっと脱線したけど、最高ファイトが、えー、麦茶分け。訳 えー、パート2、最高ファイトでって言うんだったら、俺は、めっちゃ前向きに考えます。はい。めっちゃ前向きに考えるし、あのー、盛り上げたいと思います。うん。てか、まあ勝手に盛り上がると思うけどね、やったら。あ多分、KO 決着になるし。これはマジで。あの、ワケット、麦茶って、なんかしないけど噛み合うんですよ。前回試合して思ったですけど、これ噛み合うんですよね。うん。多分、前回の、 呃、キョンノスケの時はちょっともう噛み合わなさすぎた。<laughs> あれは、あれは噛み合わなさすぎたな。あびっくりするぐらいあ。やっててちょっと噛み合わねえなーってずっと思ってましたからね。試合しながら。うんやっぱ俺とあいつってやっぱ結局水と油なんですよ。水と油って混ざり合わないんですよ。うんだから、 結局、混ざり合えない試合になっちゃいましたよね。ああ、あれはちょっと、どちらかが大幅にスタイルを変えない限りは、混ざり合えない、えー、タイプなんでしょうね、これ多分。どうなんすかね、再戦。俺も9月25日、一力工業で対戦相手がいないいないって言ってて、で、まあ向こうから、YouTube でも言ったんで、向こうから連絡来たら、再戦でもいいな、後楽園ホールだけど再戦でもいいなと思ったっすけど、 それもないし、もう9月25どうしてもやるやっていうぐらいのテンションでは言えないじゃないですか。なんでかっていうと、これ最高ファイトに、この、えー、1回目やって引き分けだったっていう、このストーリーを最高ファイトで作ったものを、一時期ジムの工業で完結させるのもどうかなと思ったんで、ああだからちょっとあんまり、ぐいぐいには、あの、いかなかったですけど、まあ、それはそれで、えー、今日のステム1の再戦は、えー、俺も、 え、再戦を望んでます。で、彼も、再戦を望んでます。おそらく。あの、なんか、試合終わった後の会見見たけど、あの会見で、いや、再戦は、うん、しなくていいんじゃないですかとか、向こうが言ってたの。あれにはびっくりしたけど、でもなんか、その後一回 DM も来たんで。やっぱ再戦しよう、みたいな。DM も来たんで、まあ、多分、再戦、あいつもしたいと思うんですよ。うん、再戦するには、ま、最高ファイトが、やっぱり適してると思うんで、 うんだかまいつか、いつってちょっとわかんないけど、うん、わけの話もあるし、俺も、あの、もっと上の選手とやりたいって気持ちあるし、世界ランカーとか、今だったら東洋タイトルとか、WBO のアジアタイトルにも興味あるし、うん、やりたいしなんかとにかくもういっぱいあるのよ。だから、ちょっとそれはいつとかわかんないけど、でも、僕って結構ね、あの、 ほんと月に一回ぐらい試合できちゃうんだ。だから先月もしたでしょで、今月も試合するでしょ十10月も何だったらできるんですよ。11月もできるし。うん。だけど、まあ、ボクシングの試合ってそんなポン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 ね、やっぱ決まる決まんないってタイミングもあるんで、あれですけど、うん、どんどんどん,どん僕が、あの、試合をして、試合をしながらどんどん強くなっていきたいなっていう、うん、感じでいるんで、全然決まれば、本当に、うん、もう誰でもいいですね。 はい。こうなったら、盛り上がるカードだったらもう誰でもいいかなっていう感じです。はい。ちょっと結構長く喋っちゃいましたけど、はい。昨日なんでリングに上がったかというと、えー、今喋ったような、えー、ことで、えー、リングに、誠に勝手ながら上がらせてもらいました。ちょっと前回の試合で俺も評価落としたけど、だけど、もうスパーリングを今ガンガンやってて、ちょっと調子良すぎるなっていう、うん。 ちょっと、またなんか一戦一戦強くなってるぞ。赤穂の試合もやって、また強くなって。で、その後の試合はちょっと俺はあんま強くなってないんだけど、ぶっちゃけ。その後ワケとやって、また強くなって。で、山下選手とやって、また強くなって。ラングレスやって、また強くなって。京之介とやって、また強くなってる俺が今、いるんで。だから次の、まあ、次の試合ちょっとね、俺はね、あんまね、ぶっちゃけ、うん、みたいな感じなんだけど、まあ、でも、あの、 一時期の工業なんで、一時期のためにも盛り上げようかなと思ってます。はい。って感じで、えー、ちょっと明日も朝ね、5時起きで海釣りに行ってくるんですよ。もう寝ないといけないね。はい。って感じで、えー、あ,あとこれ言わせた、高山修法が、後半高山修法 KO 勝ち、おめでとうございました。いや、最高の試合でした。はい。じゃあちょっと喋りすぎたんで、この辺で失礼します。どうも、v t チャ r でした。 pull cool.